本日もオンラインストアにアップする商品をご紹介いたします。ここにはオンラインストアのみになっております。ご了承ください。お値段、程度、サイズなどのお問い合わせはベルピジウェブストアの方にお願いします。これから紹介する商品が5月の19日夜の21時にアップされる商品になります。詳しくは下の概要欄の方に貼ってますので、そちらの方チェックしてみてください。はい、それではいい商品いっぱいあります。はい、こちらチャンピオン、トリコの、はい、80年代ですね、ラージサイズ染み込みのハーバードですね。はい、通常ねハーバードだけだったりするんですが、下にこういったね別の文字が入ってるのも結構珍しいと思います。はい、白ボディ、状態がね結構綺麗です。あのグレーボディのね染み込みっていうのは定番ですが、白ボディの染み込み結構ねチャンピオン少ないと思います。はい、そして、100% コットンのやつですね。はい、サイズラージでこちら9800円に消費税です。続いてもハーバードですね。はい、バータグのラージ、こちら5050の素材です。ちょっとね白に、まあ、リンガー、あとちょっとこうネイビーが入ったりとかしてね、3トーンちょっと珍しいとですね。はい、こちらハーバードも染み込み、少しねここに黒の染みがあるぐらいです。でこちらもラージサイズ、僕がちょうどいいサイズ感ですね。はい、後ろは状態いいと思います。はい、こちら7800円に消費税です。はい、続いてもチャンピオン、こちらランナーズタグですね。はい、こちらラージサイズ60年代ですね。はい、ちょっとここね襟元ポツポツダメージはあったりするんですが、あとこちらも下の方ですね、ちょっと小穴、あとちょっと汚れが若干ありますかね。ただ、白ボディのネイビーリンガー、そして青ネイビーの染み込みです。染み込みのプリント3段、これねかっこいいです。そして後ろもねちょっとこう染みがあのポツポツあったりします。まあ、いわゆるちょっと雰囲気系と思っていただければ。はい、ランタグのラージサイズ、僕がちょうどいいサイズ感です。はい、まあこの上にシャンブレ羽織ったらもらったりとかねすると、まあプリントの雰囲気はいいと思います。はい、こちら9800円に消費税です。続いて、こちらですね、タグがね欠損されてしまってます。こちらとあとこの下にもね通常つくんですけれども、こちら、もうボディ絶対チャンピオンだと思います。はい、黄色ボディに黒の染み込み、しかも69番、そしてバックも大きく69ですね。ちょっとね背中ちょっとペイントっぽいシミはあります。はい、おそらくサイズはこれミディアムサイズじゃないでしょうか。僕がちょっと小さめです。はい、ただねこの黄色のボディもねいいですし、やっぱ黒の染み込み最高にかっこいいですね。はい、こちら12800円に消費税です。はい、続いてこちらはチャンピオンですね。はい、バータグミディアム 100% コットンです。白ボディで、はい、下にもミディアムタグあります、ちゃんと。はい、こちらねラバープリントです。はい、で79、背中も、はい、字が変わってますね、79。はい、ちょっとねここ後ろ若干このナンバーの横にリペアがあります。ミディアムサイズの割にはねちょっと大きいかなと思います。まあ、僕が多分ピタッとなるぐらいですかね。はい、白ボディのフットボールです。はい、こちら9800円に消費税です。続いても同じく、はい、チャンピオン、こちらがねタグが欠損ですかね、下の部分にちゃんと、はい、タグが残ってます。こちらもミディアムサイズ、同じくラバープリントです。白にエンジラバー、はい、こちらもねポツポツ襟元ダメージがあったり、少し雰囲気系ですね。ここもナンバーの横にちょっとリペアがあったりします。でも白ボディ、先ほども一緒ですけどね、あの白ボディのフットボール意外と珍しいかなと、数はそんなにないと思います。はい、こちら9800円に消費税です。はい、続いてナイキですね、コンタグのエクストララージ、はい、こちら80年代ですね、グレーにエンジの、まあ、いわゆるツートンです。はい、フロントだけで後ろはエンジボディ、はい、こちら XL なのでちょっと大きめですね。よいしょ、僕が合わせてこれぐらいです。ちょっとゆったりします。はい、こちらも染み込みのナイキ、はい、9800円に消費税です。続いてハワイアンシャツですね。はい、こちら襟芯入ってて60年代から70年代ですかね。
はい、サイズラージサイズ、はい、柄がね非常に綺麗かなと思います。黄色のボディで、まあ、フラワーの柄と、はい、背中もあとここに人がいたりとか、はい、まあ、あのレーヨンですけれども状態がね非常にいいです、はい、もう夏にねさらっと着る分には、まあ、あのデニムとも相性いいです、はい、ちょっと僕あの今日珍しく646なんて履いてますけど、逆に今年ハワイアンでこういったフレアでもねいいんじゃないでしょうか。はい、こちら9800円に消費税です。こちらですねボーリングシャツ、はい、タグがこちら、状態はね非常にいいですね。ラージサイズです。白ボディでレーヨンですが、これねもうほぼほぼデッドストックぐらいの程度です。そしてこの肩にねこの星、何個星があるんだろうなと思うんですが、はい、バッグにもちゃんとネイビーのこれは、フロッキープリントですかね、はい、1968、1969とあります。60年代ですね、はい、サイズラージサイズ、僕がちょっとゆったりめです、はい、ただもう本当にこれね程度がほぼデッドストック状態、このやっぱ星柄かわいいですね、はい、こちら12800円に消費税です。はい、続いてシャンブレーシャツ、US ネイビーですね、はい、こちらサイズ表記がちょっと読めなくなってるかな、すいません、15ぐらいだと思います。15から15ハーフあるかな、はい、ちょっとね雰囲気系です。まあちょっとインしてたんでしょうね、少し上だけ焼けてたり、はい、まあ、ちょっとペンキ飛んでたり、こちらステンシルもね入ってます。肩のこの、マークもちゃんとワッペンもついてます。そして後ろはステンシルとかはないですね、ただもうちょっと全体的に焼けが出てたりとか、まあ、袖口ちょっとこうダメージあったりします。いわゆるちょっと雰囲気系のシャンブレと思っていただければ、僕がジャストサイズですかね、これ肩も、はい、このサイズ感です、まあ、かっこいい雰囲気ですね、はい、これからね、まあ、春先とか、まあ、僕よく、ね、シャツこう肩からかけたり、まあ、巻いたりもするんですけど、まあ、ちょっとこういった雰囲気の、ね、シャツだったらこう羽織というより肩から、ね、かけてもかっこいいかと思います。こちら12800円に消費税です。続いてこちら WTGはい、襟もダブルステッチですし、まあ、白のね、サラボタンなんですけど、サイズこちら同じく15ハーフぐらいですかね、はい、マチ付きで、はい、程度はねいいと思います。一箇所、あ、すいません、肩にねここ少しここだけポツッとダメージあります。あとは全体的な程度は問題ないかなと、まあ、袖口に少しね、汚れと言いますかあるぐらいです。サイズ感僕はこのぐらいですね、はい、最近なかなかね程度のいいシャンブレ、このダブルステッチの AD の古いやつで、ね、なかなか出なくなってきたので、こちらおすすめです。はい、25,800円に消費税です。続いてこちら古いですね、40年代のボタンダウンシャツ、はい、サイズ表記はちょっとねここ切れてしまってます。肩の感じからいくと14ハーフぐらいでしょうか、自分だとちょっと小さいですね。縦ストライプがすごく綺麗です、はい、このベージュのボディで、まあ、赤、はい、そしてまあマチ付きですね、はい、古いシャツです。まあ、あの前と、ね、後ろのこのラウンドの長さが違うっていうのも、後ろがこう長いって感じなので、まあ、ちょっと出してねワンピースっぽく女の子が着ても可愛いかと思います。こちら12,800円に消費税です。続いて寝るシャツですね、これもいい色ですね、はい、タグこちらサイズ16です。16っていうのは僕が多分ちょうどいいサイズ感ですね。しかもこれねマチ付きですけど着丈が短いです。しかも黒が入ってる、まあ、黒白赤青このチェック綺麗ですね、はい、もちろんマチ付きです。しかも状態がものすごいいいですね、はい、こちら15,800円に消費税です。続いて、ヴィンテージのスウェットですね、はい、こちらボディが、はい、こちらサイズミディアムサイズ、一応ね50/50の、ボディです。まあ、黒のカラフロッキーですね、はい、アイオワ、まあ、これもね定番のプリントですけど、やっぱ形、あのデザインとかねかっこいいです、はい、ミディアムサイズちょっと僕がね小さいですが、はい、このぐらいのサイズ感です。黒ボディ、はい、こちらで12,800円に消費税です。
続いてこちらタグは欠損してます。はい、サイズが大きめですね。はい、ネイビーでこちら、ラバープリント、このひび割れのこの細い時代ね、ここしかもかっこいいですね。はい、ボディこれ XL ぐらいあると思います。僕が着ても余裕がありますね。はい、全体的に色がフェードしてる雰囲気、抜群にかっこいいかと思います。はい、こちら9800円に消費税です。続いて無地ですね。はい、こちらボディも、タグは欠損してます。グレーの霜降りボディ、サイズラージサイズぐらいもあると思います。こちらもね状態いいですね。はい、霜降りグレーの無地、はい、もうシンプルにね合わせやすいと思います。はい、60年代ですね。こちら9800円に消費税です。続いてこちらもタグは欠損してます。はい、こちら長リブタイプですね。こちらもラージサイズぐらいあると思います。これ生地がね状態バキバキです。はい、超程度いいですね。お腹がねまだほんとふかふかです。はい、まあ長リブのタイプなのでこちらもね形が非常にいいと思います。合わせやすいですね。50年代、こちら12800円に消費税です。さあ今回のリバースイブもいいですよ。はい、こちらトリコタグのミディアムサイズ、はい、グレーの染み込み、パープルの染み込みですね。はい、紫の染み込みは人気あるんじゃないでしょうか。はい、ミディアムサイズ僕はちょっと小さめです。はい、グレーボディ後ろはね無地で、やっぱり紫の染み込み2段これですね。はい、こちら19800円に消費税です。続いて刺繍のエクストララージ90年代ですね。濃いグリーンです。グリーンにアイオワ、白のラバープリント、はい、このマークがね意外とこのアイオワだけっていうパターンが多いんじゃないでしょうか。このマーク入ることによってデザインかわいいですね。サイズ XL がちょっとゆったりめです。この緑もね結構珍しいと思います。そしてちょっとね肘の部分にポツッと小穴があります。これぐらいですかね。あと後ろは状態いいと思います。こちら15800円に消費税です。はい、続いて刺繍のミディアムサイズ90年代ですね。ネイビーボディ、そしていい感じのひび割れプリント、このねラウンドとこの2段デザインいいですね。フロントにこう、ま、ど真ん中ぐらいあるのもね可愛いですし、ミディアムサイズちょっと僕が小さいですかね。ジャスト、ほんとピタッとジャストになりますけれども、はい、このね雰囲気抜群にかっこいいと思います。後ろも状態いいですね。はい、ひび割れプリント、こちら15800円に消費税です。そしてパーカーですね。こちらがトリコのエクストララージ、赤ボディのパーカーで、はい、NYAC ウィングフットですね。このデザインもやっぱ人気あると思います。はい、赤で XL ちょっとゆったりめですが、はい、このデザイン人気がある上に僕のおすすめの赤です。はい、ちょっとね色が若干フェードしてる感じ、まあ、これで結構着込んでってもらうと前のこのひび割れプリント感と全体的にもう少しねちょっとピンクっぽくなる感じが雰囲気いいと思います。はい、こちら19800円に消費税です。はい、続いてこちら単色タグですね。青単色のラージ、はい、黄色ボディに黒のラバープリントですか。ラバープリント、このプリントもねバランスいいですし、こちら何よりね程度です。ちょ、これも同じく中がねふかふかです。これまた、はい、非常にね肉厚なんで程度こちらもバキバキです。はい、ラージサイズ青単なのでちょっと脇もね太めですが、僕がほんとちょうどいいサイズ感です。まあ、僕はこれが着ると本当にジャストですね。はい、この、まあ、からし、まあ、ゴールドってもいいですけども、この色もね逆に少ないと思いますし、これだけ綺麗な程度なかなか入ってきません。はい、こちら39800円に消費税です。続いてこちらハンティングベストですね。はい、タグはですねちょっと半分こう欠損してます。こちらのシアーズのですねハンティングベストです。そして通常のベージュのねハンティングなんですが、どうなんでしょう、当時の人なのか、こうペイントしてます。はい、ちょっとねこうアートっぽくて非常に、可愛いと思うんですが、サイズはね38ぐらいですかね。僕が多分着てちょうどいいサイズかなと思います。
まあね、デザインとして見ていただければ、はい、なかなかねアート的な感じでかっこいいですね。はい、こちら12,800円に消費税です。はい、続いてナイキのジャージですが、こちら半袖ですね。はい、コンタグ80年代の S サイズ、はい、そしてね胸かまぼこと言われているこのねマークですね。グレートネイビーのツートンで、こちら S サイズなんで僕はねちょっと小さめです。半袖ねこれ珍しいですし、まあ、長袖のジャージもね最近見なくなってますし、人気がね出てきましたね本当。はい、状態的には綺麗です。はい、こちら、9,800円に消費税です。続いてラルフローレンですね、スイングトップ。はい、こちら XL です。黒ボディの、はい、ナイロンで XL なんでちょっとね僕が着るとゆったりめです。はい、まあ、ラルフもねまたねあの人気出てきてますし、はい、こちら後ろもアジャスターで、まあ、ナイロンの黒です。合わせやすいですね、シンプルで。はい、こちら9,800円に消費税です。はい、続いてノースフェイス。はい、こちらこのねいわゆるマルチクレジーパターンみたいなねこのナイロンのフローバータイプです。はい、そして黒タグ、こちらが90年代ですかね、M サイズです。はい、M サイズは僕が多分ねジャストサイズです。もうすぐ派手ですが、はい、インパクトあってかっこいいですね。まあ、あのシンプルなねあの黒いパンツなんかで合わせてもかっこいいですし、まあ、これがちょっとねあの暖かくなるんで次のシーズンかもしれませんが、はい、状態が非常にいいです。はい、こちら、29,800円に消費税です。はい、続いてミリタリーですね。はい、こちら、フィッシュテールのノンリップです。サイズがスモールロング、はい、リップじゃないノンリップタイプ、まあ、肩がね少しこういったリペアもあったりしますが、ワッペンも残ってます。僕 S ロングだと僕実は着れます。自分もこのサイズ持ってるんですけど、ちょっと僕はね肩実はそんなにあの肩幅ないので結構ピタッと着て、しかもピタッと着た上でロングサイズなのでね逆に合わせやすいかなと思います。はい、後ろもね状態いいですね。はい、ちょっとここはすいません、まあ、焼けと言いますか汚れがちょっとあります。あとそれぐらいですね。はい、ノンリップの、サードタイプですね。こちら15,800円に消費税です。同じくノンリップのミディアムショート。はい、ミディアムショート一番いいんじゃないかなと思います。僕もすごい好きな一番好きなサイズ感です。ちょっとねあのネームの上にポツッとリペア、袖口にもちょっと小穴があります。ミディアムショートは僕がちょうどいいサイズ感ですね。はい、着丈もちょうどいいですしバランスいいです。結構ね、人気あるサイズ、まあお好きな方多いんじゃないでしょうか。ミディアムショートのノンリップ、はい、こちら15,800円に消費税です。はい、続いて、ゴアテックスのナイロンジャケットなんですけど、ちょっとね僕初めて見ましたこれ、ネイビーボディ、ここにね、チンストラップのようなあれがあるんですけど、中がこの四角のねマジックテープで、ジッパーはね YKK の黒です。そして中に、はい、こちらミディアムレギュラーですね。はい、でこれ多分ジッパーが内側にもついてるんで、こう中にもしかしたらインナーがね取り外しがつけれるのがあったんでしょうか。あの今は、ついてないんですけど、付属としては、はい、まあ程度としてはワンウォッシュぐらいの程度です。あの見た目以上に着たらかっこいいです。はい、サイズがミディアムレギュラーなので僕が、ちょうど良いと言いますか、中にスウェット着ても着れるサイズ感です。程度いいです。ネイビーのゴアテックスジャケットで、こちら19,800円に消費税です。はい、そして1個ヴィンテージのカバーオールですね。はい、こちらヘラクレスですね、青タグの 50s ですね。はい、こちらちょっとねサイズが大きめです。色程度はね抜群にいいんですけれども、サイズが多分46ぐらいありそうですね。僕が着てもかなりダボっとなります。まあ、あの G ジャンのねオーバーサイズ流行ってますが、カバーオール大きめですけどこの程度だったらね許せるんじゃないでしょうか。あとできたらね大きい方、体格の大きい方はぜひおすすめです。もうねこれからねまだまだいろいろ楽しめると思います。色濃いですね。ヘラクレスのカバーオールで、こちら39,800円に消費税です。続いて、デニムキャップですね。こちら古いです。リーの
50年代ですね、はい、デニムのワークキャップです。ちょっとサイズがね若干小さめですね、はい、あの表記がもう見えないんですが、おそらくまあ僕は被れないかな。あの男性でねもし被るとしたらちょっと拳あったらここの後ろ少しね切ってこう広げてみてもいいと思います。もう色で濃くてしかも形がいいワークキャップですね、はい、こちらで9800円に消費税です。はい、続いてリーバイスのデニムトートですね。ちょっとね通常のサイズよりちょっと小ぶりです。はい、こちら502と書いてますね、502。そして赤タブはスモール E です。はい、ポケットはねシングルステッチ、まあインディコのねあの綺麗な色落ちのデニムです。通常よりねなんかちょっとこの辺の周りが小ぶりです。まあ持つとこのぐらいの感じなんですけども、まだ色も濃くてですね可愛いです。はい、デニムバッグこちら9800円に消費税です。70年代ですね。続いて LLB のトートバッグ、はい、白に緑の80年代ですね、はい、中の程度もいいと思います。少しねこの緑のところが色が少し薄くなってるぐらい、あとサイドちょっと黒く少し汚れあるんですが、まあこれガシガシね洗ってもらっても、大丈夫ですし、こうだんだんこのね色が少し変色といいますか、色落ちていくのが LLB もね雰囲気あっていいと思います。はい、こちらで7800円に消費税です。こちらが、ランズエンドですね。もう LLB とね形とかほとんど似てると思います。はい、こちらにねタグがつきます。こちらもね80年代とかですかね、内側、はい、状態非常にいいですね。はい、あのいわゆる LLB でもいう大きめのサイズです。自分が持つとこのぐらいのサイズ感ですね。はい、状態いい白赤のトートで、はい、こちらも7800円に消費税です。はい、続いてミリタリーの軍パンツです。はい、もう見るからにデッドストックですね。ノンリップのデッドのスモールショート、これは入る人結構いるんじゃないでしょうか。スモールショート自体も少ないです。しかもノンリップ、しかもデッドストックですね。もうパッキパキです。はい、僕はちょっとねスモールは多分ちょっときついかなと。はい、僕は普段ミディアムショートを持ってます。はい、いいですね。最近もうこのデッドね見なくなりましたね。はい、こちらあの実寸サイズ31のレングスが30ぐらいです。はい、67年ベトナムのデッドで29800円に消費税です。はい、続いてリバースイーブの単色、はい、こちら青単色のラージです。タグがね前についてます。ちょっと紐がですね片方ちょっとすみません反対側に抜けちゃってるんですが、紐ちゃんとあります。ラージサイズ単色タグ、はい、僕が多分ねちょっとピタッとなるサイズ感ですね。ちょっと細めです。はい、状態もいいですし、ここにラバープリントですね。はい、こちら単色で9800円に消費税です。はい、続いて、はい、こちら、品番がですね509、はい、前がジッパーです。フロントがシルエットがね505のようなちょっと気持ち細くなってます。もちろんね USA 製のオレンジタブですね。はい、実寸がね3232、自分が多分ジャストサイズですかね。はい、レングスは気持ち長いんですけど、はい、コンディションのいい USA 製のジーンズです。ちょっとねこうセンタープリーツが入ってるのとかも可愛いです。はい、こちらで9800円に消費税です。はい、続いてこちらがデニムの、まあ、ワークパンツですね、まあ、スラックスと言いますか。はい、こちら前がスナップボタン、そしてボータロンですね。はい、こちら40年代ですかね。はい、この内側の部分、緑耳を使ってたり、いわゆるねペインターパンツのオンスです。はい、そしてサイドポケットですね、こういった形で、はい、デニムのワークパンツ、ちょっとねお尻部分、はい、ここに少しリペアがあります。はい、多分全体的にねいい色で落ちてますね。はい、ベルトループもなんか太くて、シルエットもね少しズドンとしてますが、はい、いい色落ちです。実寸がですね3531、はい、ちょっと僕がゆったりする感じですかね。はい、
僕よりちょっとね体格いい人、まあジーンズでいうと34インチ5インチ履く人だったらちょうどいいと思います。はい、こちら39,800 円に消費税です。はい、続いてこちらがみんなね探してる人も多いと思います、505のビックリです。はい、後ろですね、ちょっとここに少し茶色くシミがあるのと、残念なのが赤タブが欠損してます。でもね色落ちめちゃくちゃいいですね、ヒゲも薄ら出てますし、ここにちょっと小穴があるぐらいですけれども、縦落ちめちゃめちゃ綺麗です。そして耳付きで、はい、シングルですね。はい、ビッグイの年代ですね。はい、フロントは42ジッパーで、実寸こちらがですね、2931、はい、まあ、30表記じゃないかなと思うんですが、はい、ウエスト30が入る方でしたらビタッと履けると思います。レングスはね31ぐらいあるので長さ的にも問題ないですし、まあ505のね耳付き最近ほんと見なくなったので、まあ、ちょっとぜひねちょっとロールアップして履いてほしいなと思います。はい、こちら505ビッグイーで、59,800 円に消費税です。はい、続いて、こちら 501WX ですね。 501WX の片面タブです。はい、見ていただくとこれ綺麗な色落ちですね。はい、ヒゲも出てて膝部分ちょっとね見えますかね、リペアがあります。ちょっと横に切れていたのが綺麗に直されてます。はい、そしてサイドのステッチは短めなので、片面タブなんですけれども、はい、タブもねちょっと半分欠損してます。片面タブ、はい、センター太いですね。はい、お尻にもねちょっとリペアは入ってます。この辺とあとポケット部分ですかね。はい、あとこのお尻のこの部分と、はい、アーケードもね、抜けて雰囲気いい感じです。はい、片面のね最終の方ですね、53年頃じゃないでしょうか。はい、こちら実寸3031です。パッチ表記がもしあれば3133とかですかね、まあ、結構いいサイズだと思うんですが、はい、僕が合わせて、まあ、このぐらいの色落ち感です。生地はあの全体的に色はね薄くなってますが、まだ生地感もねしっかりしてますし、まあ、リペアはきちんとできてますので、今年の夏とかねすごい履きやすいと思います。はい、501の片面タブ、はい、50年代初期だと思います。はい、こちら198,000に消費税です。ベルベジンの方にですね買取委託販売を行っております。お店の方にご連絡いただければ対応いたしますので、よろしくお願いします。